ろしくお願いいたします。こんばんは。今ご紹介いただきました岡田と申します。スマートイルミネーション泉ということで、今年初めて、こちらにお邪魔をしております。スマートイルミネーションは、冒頭からいろんなご説明ありましたけれども、省エネ技術と危ないよ、アートの融合ということで、全く新しいタイプの夜景を作る試みです。世界中各地で、光のイベントが、行われておりまして、たくさん楽しまれているところですけれども、環境技術といいますか、省エネ技術と、芸術家の知恵を融合させた、夜景作りというのは、世界どこを探しても横浜だけです。そういった特色のある試みですので、皆様に、ご覧いただきながら、体験していただきながら、楽しんでいただければなというふうに思っております。で、毎年さまざまな、企業団体の方、芸術家の方を、世界中からお集まりをいただいて展開をしております。この泉におきましても、たくさんの、方々にご協力をいただいて、今日この日を迎えております。で、そのうち今日、お越しいただいた、3組の団体とアーティストの方をご紹介したいと思います。まずはじめに、私から向かって右手、皆様の左手にありますが、白い、大きなお豆腐のような、ボックスがあります。光の落書きができる箱なんです。非常に不思議な箱ですけれども、あちらを、ご提供を、中川さんをご紹介します。どうぞ。その不思議な仕組みとですね、どういったものなのかということを少し、ご紹介いただきながらご挨拶いただきたいと思います。ではよろしくお願いします。はじめまして、こんばんは。中川ケミカルの松永と申します。今ご説明がありましたあちら の, ちょっと薄緑の、ボックスなんですけども、蓄光フィルムを使って、ブラックライトで、光で、絵を描くというちょっと遊び心ある、ブスです。通常ですね、蓄光フィルムっていうのは避難誘導サインですとかそういったものに使われるんですけども、それをちょっと逆の発想をしまして、光で絵を描いて、お子さんに遊んでいただけるというブースを設定しています。最後にですね、フィルム、実際に猫ですとかペンギン、イルカですとかそういったものも最後にお配りしてますので、ぜひちょっと気楽にブースに寄っていただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ペンライトで、箱にですね、落書きができるという、非常に楽しい、ものです。ぜひお楽しみいただければと思います。次は、だいぶ暗くなってきまして、桜の木にですね、ぼんやりとほのかな光が灯ってまいりました。これ光の実という作品です。一つ一つに、皆様に今一生懸命お子さんたちに書いていただいてますけれども、笑顔やメッセージを書いていただいて、木々に光の実を、実らせているわけです。で、この作品を、考案し制作いただいた、アーティストの高橋京太さんをご紹介します。はい、高橋京太さんです。作品のご説明とご挨拶をお願いします。アーティストの高橋京太です。皆さん、はじめまして。今年初めてこの泉区の方で、光の実を、プロジェクトとして進めさせてもらっています。僕もすぐ近くの小学校さんに、の3年生のクラスに、伺ってですね、子どもたちと一緒に、光の実を、作ってきました。今飾ってある光の実は、
まあ、事前にですね、小学生であるとか、保育園幼稚園さんの、お子さんたちがあの手作りで作った、イルミネーションになっています。で、一つ一つには、僕がこう丸をドローイングをしてあって、でその中に子どもさんたちが笑顔を描き加えることで、あのコラボレーションとして作品が完成するっていう形の、作品になっています。で、小さなライトなんですけど、これ LED の小さなライトと電池が入っています。で、まあ、省エネルギーという観点から言うと、それをこう小さな点の明かりで、まあ、イルミネーション何万球とかいうような、物量で見せるのではなくて、それをこう、みんなの笑顔の書いてある、こうふわっと、果実袋で包み込むことで、小さな点の光源が大きく広がって、ここにあるのがちょうど、今全部で1000個ぐらいの、光の実になってますけれども、少ない数でも大きな、みんなで一緒に夜景を作っていけるっていう、そういうプロジェクトを、展開しています。まあ、あの小学校とか幼稚園とか、とにかく皆さん作ってもらった方が、今日すごくあのもう一度自分の、灯した明かりを、見に来るっていう形で、こんな風に賑わってるのがあのすごく僕は幸せな光景だと、思ってます。今もあの、光の実の制作ブースの方では、小学生たちがですね、ボランティアスタッフとして手伝ってくれたりとかして、すごくまあ距離の、近い中で、プロジェクトができていて、とても、感謝しています。ありがとうございます。ありがとうございます。早くしないとなくなっちゃうんですよね、あの体験したい方ね。今日非常にたくさんの方が来られているので、20分ごとで、20人の方に、まあ、ゆっくりと制作してもらうという形で、整理券制にしております。次の回の整理券を、まあ、あの次の回の整理券を、30分前に、お配りするという形で、少々お待たせすることもあると思いますけれども、まあ、なるべく混雑を避けて、ゆっくりと作ってもらうための配慮と、ご理解ください。全部で250人ぐらいの方の分しか今日は、もう残りが、ないので、20分に、20人という形で対応させていただいております。はい、ありがとうございました。とても全ての方に体験いただけないかもしれませんけれども、LED の仕組みとか電池の仕組みとか光の効果とか、まあ、いろんなことが学べると思います。体験できると思いますので、ぜひ体験してみてください。高橋さん、ありがとうございました。